七代目、小野枝江港8月31日から1995年3月24日は、歌舞伎役者。屋号は、音羽や。縄文は、重根線に、抱き菓子は、開門は四つは。日本芸術院会員、重要無形文化財保持者。本名は、寺島製造。1947年赤坂の芸者で、後に、料亭、金林を経営していた。 寺田金の三男として生まれる。父は、九州博多出身の実業家という。また一説には、兄の特大自身と共に六代目菊五郎が実父で、あるとも言う。誕生前からの約束で、生後すぐに当時このいなかった六代目、小野菊五郎の養子となる。後に、養父六代目は、愛人との間に一男二女を設けるが、実子同様に育てられたため、 本人が養子であることを知ったのは15歳を過ぎてからだという。二代目、小野郎右衛門と二代目、大川橋蔵は弟で、十七代目、中村勘三郎と六代目、清本縁寿太夫は、義定、十八代目、中村勘三郎と七代目、清本縁寿太夫と、庭貞人は老い、波の栗子は命に当たる。幼児から六代目の訓導を受け、その芸形を受け継いだ。 1921年4代目、小野牛之助を名乗って初舞台。1935年に3代目、小野菊之助を襲名。1948年に6代目、小野倍芝未亡人のたっての希望で7代目、小野倍芝を襲名。襲名披露工業における、金本中心蔵の大制力也で文部大臣賞を受賞した。 1966年日本芸術院賞受賞。1968年、重要無形文化財保持者格好認定を受ける。1976年、日本芸術院会員。1987年、君三当随法賞受賞。1994年、文化功労者。七代目、小野菊五郎は長男。他に長女と次男がおり、次男も二代目。 小野栄之助として歌舞伎の舞台を踏んだが、1979年2月の舞台を最後に廃業している。俳優の特大自身は実刑。孫は女優の寺島忍、五代目小野菊之助。1995年3月24日死去。去年79。昭和を代表する親まで、六代目中村歌右衛門と並び称された。 古風なおもながの美貌を持つ歌い物が、時代物を得意とし、重厚な芸風であったのに対し、丸顔で、ふっくらとした面差し体つきであったバイコは、世話者の、すっきりとした演技に本領を発揮した。娘役では、清楚さが際立ち、中年以降の役どころでは、母性や優しさを感じさせた。また、父、六代目、菊五郎の訓導によって、若手役も、 得意とし、特に気候誌では、気品の漂う演技を見せた。中心蔵の方案などは、立ち役の代表作といえる。丸本物そして、無類の気候誌ぶりを歌われたなど、世話物を得意とした。舞踊など数多くの当たり役がある。テレビ、ありがとうございます。